こんにちは、こうです。僧侶がグッときた言葉第30回、本日ご紹介するのは般若で土砂降りでもリミックス、フィーチャリングベンジャジー&マッチョ。般若さん、世間に名前の知られたラッパーの代表格の一人なんじゃないですかね。フリースタイルダンジョンでは初代のラスボスを務めていて、2代目となった R 指定さんと代替わりの時のバトルというのは、本当にヒップホップ好きな人だけではなくて、もう芸能人もたくさんそれに関して感動したっていうツイートをしてたりとか、もうラップを知らなくても胸を打つような本当に熱いバトルというかね、意思を継承する儀式として見せてくれた、まあ男の中の男っていう感じの、ラッパーです。東京都の出身で、三軒茶屋世田谷区を、まあ、レペゼンしていてですね、私が大学時代に住んでいた地域なんかもミュージックビデオによく出てたりしてて、なんか勝手にこうちょっと土地的な意味では親近感のある方なんですけども、もともとは妄想族っていうチームで、まあなんでしょうね、昔の B ボーイパークっていうラップバトルなんかだと本当にもう機関棒というかもうね、狂犬みたいな感じで、本当に血気盛んの時期を経てですね、今は本当にヒップホップシーンのために何ができるかっていうことを直接働きかけるだけじゃなくて、自分の行動によって体現している方っていうね印象があります。実際に武道館でワンマンライブをやって、ドキュメンタリー映画も作って、俳優もねされていたりとか、本当にこう幅広い活躍をされてますね。私が般若さんの名前を初めて知ったのが、高校時代に音楽が好きな友達がいて、たまたま出かけた先にあったちょっと大きい CD ショップで、その友達は般若さんのアルバムを買ってて、何それって、私一応ヒップホップ好きだったけど、アンダーグラウンドだったり割とこう不良っぽいヒップホップってあんまり聞くことしてなかったんですけども、その彼が手にしていたアルバムがですね、まあ、あの3億円事件の犯人の写真とおぼしきものをこうサンプリングしているもので、なんかすごい世界があるんだなと思っていたら、また友達がですね、後日今度は雑誌の方で般若さんとカンさん、カン AKA ガミさんがインタビューに答えている記事があったんですよね。そしたら私が当時割とよく聞いていたクレバさんのことをボコボコ、もうひどい言い方をしていて、あ、なんかちょっとこっち側の世界怖いなと思って正直近づかなかったですよね、音楽としても。それがまあ10年くらい前の話で、時を経て私が修行から帰ってきたら、フリースタイルダンジョンという番組が非常に流行っていて、まあ、ラスボスとして般若さんがいて、バトルを退いてから何年ぶりっていう状態で、たくまきさんですかね、ラスボスまでたどり着いた方とバトルをしたら、めちゃくちゃこう熱い、あ、こんな熱量っていうのがあるんだって思うような、そんなラップバトルを見せてくださって、まあそこからちょっとずつ音源も聞いてみようかなということで、新曲が出たりすると割と聞いてみたりしてたんですけども、今回ご紹介する土砂降りでもっていう曲は、まあ原曲もあるんですけど、私はこのリミックスの方から先に入ってしまっていて、なんていうかですね、ラッパーという存在が社会で成功していくことの困難さ、生き抜いていくことの困難さみたいなものがすごくにじみ出ている上に、ベンジャジーさんっていうバッドホップのね、いわゆる若手の人と、逆にマッチョさんというもう超ベテランレジェンドと、この2人を一緒にリミックスを作っているっていうところがすごく熱いなと思わせてくれる曲になってます。この土砂降りというのがですね、いわゆるその道のりの険しさ、困難さみたいなところを表しているんですけれども、そんなこの曲の中で般若さんのラッパーとしてのスタンス、ヒップホップを生きていく人間としてのスタンスっていうものが非常によく出ている言葉が今回のグッときた言葉になります。今回グッときた言葉はこちらの部分です。土砂降りが嫌なら黄色アマガップ、ゼロから早がったアマラップ。はい、土砂降りが嫌なら黄色アマガッパ、ゼロから這い上がったアマラッパ。これは般若さんのバースの一番最後の一節になるんですけども、ここまでの間に自分はダンジョンにも出たし、武道館にも出たし、いろいろドラマにも出ているけど、それでも決して未だに楽にはならないこの状況がある、でも俺はこの状況の中でこそ生きていけるんだみたいな、茨の道こそが自分の道みたいなところがあってですね、まあ、要は土砂降りが嫌なら着る雨がっぱっていうのは、自分は着ないってことじゃないですか。辛いのが嫌なんだったら楽な方にあなたは行けばいい、でも俺は行かないと。でゼロから這い上がったアマラッパだから、本当にもう妄想族っていう以前にね、本当にこうなんでしょう、ラップってなんかいいなって思ったところから這い上がって今生計を立てて、そこからさらにヒップホップ全体をとか、より自分のキャリアをっていうところにある、這い上がったけど完全に上に立ったつもりはない姿勢っていう、これはすごくかっこいいなっていうふうに思います。
ますね。でこの言葉のすごく熱いところがですね、実はですねこのアマガッパとアマラッパっていうこれねクレバさんのリリックのサンプリングになってるんですね。ミヤビ VS クレバ VS 三浦大知のレインダンスという曲があるんですけど、ここでクレバさんは I'm a rapper, I don't need a アマガッパっていうリリックを書いていてですね、これが2018年なので先の曲なんですよね。だからハンニャさんっていうのは過去にその私が見た雑誌でもそうですし、フリースタイルダンジョンでも名指しでクレバここに来いみたいな感じで言ってたように、どこまでが本気でというか本当に憎さでやってるかわからないですよ。やっぱりヒップホップを盛り上げるためのマイクパフォーマンスとしての部分もあるんでしょうけど、攻撃をしていたクレバさんのリリックをサンプリングしている上に、こんな辛い状況の中でこそ自分はやっていけるんだっていうところを同じ意味合いで使ってるということ、要は同意してるというか賛同してるという、俺も同じ道を行ってるぜ、そういう意思になっていくと思うんですね。これはご本人が語ってたわけじゃないですけど、そういうところを考えた時に、前に別の何かのインタビューでクレバのことは尊敬してるっていう、同じ道を歩む者として尊敬してるっていうようなことも言っていてですね、なんかすごくこう敵視していた存在だったんだけど、実は同じ道を歩いていっただけに目に入ってしょうがなかった存在だったのかなと、そういうふうになんかこう思えたら、なんか辞めていった人も多い中でライバル視していたり常にこう視界に入っていた存在が実は同志だったっていう、これはねすごくそこに余計な意味を加えないところなんかもかっこいいなって思いますよね。でこの土砂降りっていう表現は日本のヒップホップ界には非常にこう重要な意味を持っていて、日本のヒップホップの歴史を変えた瞬間ともいえる三品キャンプというイベントが96年に行われた時に、日比谷野外音楽堂という野外ライブだったんですけど、ここで大雨が降ってしまって土砂降りの中みんなが濡れながらそれに熱狂したという出来事も土砂降りという言葉の中に含まれているでしょうし、ライムスターさんのビボイズムという曲でも傘も差さずに歩く土砂降りの中を見ろよこの晴れやかな顔っていうリークがあるんですけども、まあそういうこうずっと続いてきたヒップホップっていうのはこう泥臭くて決して楽な道のりだけじゃない、楽しいだけじゃないっていうところがですね、すごい多分にギュッて詰まったそういうマリリックに見えてくるわけですよね。仏教では私たちの生まれたこの世界をシャバ世界という言い方をします。シャバっていうと例えばよく人形映画とかに出てくる刑務所の外の世界にシャバに出るとかっていう風な言い方するじゃないですか。いわゆる世間のことっていうような意味合いなんですけども、実は修行道場でも修行道場から外の世界をシャバっていう言い方をする。これは実は元々のインドの言葉に遡るとシャバというのは辛さ苦しさに耐え忍ぶ世界、ニンドっていうような意味合いがあるんですね。一見修行道場の方が世間よりも辛く苦しいように感じるんですけども、修行道場というのは仏教のことにも一心に取り組めてその世界に一色に染まっていられるんですね。ところが私たち僧侶が修行道場から一歩外に出た時には世間の様々な人間関係だったりとかいろんな価値観だったりとか動きという中で常に自分も他人も正しくあるためにはどうしたらいいんだろうかということで心を悩ませなければいけないんだということには、私も永平寺での修行から帰ってきてようやく気づいたんですけれども、我々が生きているこの世界というのは、生まれてから年老いることも病を患うことも死ぬことも思い通りにならない、人との出会いや別れも思い通りにならない、物が手に入るかどうかも思い通りにならないし、体がどういう風に変わっていくかも思い通りにならない。でもそれなのにああしたいこうしたいっていう欲は生まれてくるっていう非常に不都合なですね、不条理なシステムの中で生きていかなきゃいけないんですね。ただお釈迦様は私たち人間はこのシャバ世界に生まれたからこそなんとか正しくあろう、正しい生き方を探そうっていう自分の生き方を見つめるということができるんだっていう風に説かれる。仏教が説かれたインドにはもともと六道という6つの世界があるというふうに言われていて、人間よりも上の世界に天上界というのがあるんですけども、ここがもう寿命も何千年とすごく長い上に苦しみも辛さもない世界、ただただ安らかな世界だっていうんですけども、この世界に生まれた人たちは自分が正しくあろうとかそういう心を起こすことができないっていうんですね。なぜならやはり私たちは自分が直面した悩み苦しみ辛さというものに対して自分はこれとどうやって向き合ったらいいんだろうという葛藤だったり、向き合うという行為を経て生き方を常にこう模索していくということができるっていう、そういう大きな特徴があるんですね。そうしたシャバ世界にいるからこそ修行がある、精進がある、自分の道というものを探していけるっていうところは、このハンニャさんがおっしゃっている
土砂降りというところとすごく一致するんですよ。土砂降りを自分は避けないっていうのは、その土砂降りという環境の中だからこそ、自分はなんとかラッパーとしてこう歩もうとか、どういうふうに今動いていったらいいんだろうかとかっていう尽きることのない探求心とか精進っていうものが常にあるというところで、この部分をおっしゃってるんじゃないかなと私は思いました。まあ、この曲はマッチョさんのバースもベンジャジンさんのバースもすごくかっこいいので、ぜひ歌詞を追いながら一度聴いてみてはいかがでしょうか。ということで本日はハンニャで土砂降りでもリミックスフィーチャリングベンジャジー&マッチョから、土砂降りが嫌ならキロ雨がっぱ、ゼロから這い上がった雨ラッパというリリックをご紹介させていただきました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、高評価ボタン等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。